衝撃波だって？くそ！前機、エンジン停止だ。生命維持装置以外を全てロックしろ。急げ！凍結モードにして衝撃波をやり過ごすんだ。それが一番ダメージが少ないはずだ。こちら第5部隊！緊急事態！緊急事態！援護を求む！どうやら持ちこたえたみたいですね。小さな褐色矮星だったから助かったな。この距離だ。もっと大きな恒星だったら一瞬で蒸発してしまっているところだぞ。古代さん、コスモ対外隊との連絡が途絶えました。なんだって？そうか、今の衝撃波で。くそ、艦載機程度のご走行じゃ今頃。諦めるな。そう簡単にくたばるような奴らじゃない。機体に損傷を受けたまま宙域を漂ってるかもしれん。相原、全力で捜索してくれ。了解。敵の高速艦の残存艦も今の衝撃波で大破した模様ですね。しかし、なんでいきなり爆発したんでしょう。褐色矮星は自力で核融合反応を起こすことは不可能だ。考えたくはないが、敵が爆発させたという線が濃厚だろう。敵が？敵艦隊が無人だとすればなおさらだ。向こうには人的被害は何も出ないのだからな。じゃあ敵は我々を沈めるためだけに星一つを犠牲にしたと？あの程度の褐色矮星なら爆発の影響も1000天文単位以上の距離までは広がるまい。他の中域にまだ敵が控えていたとしてもそこまで衝撃は届かない。展開している無人艦さえ計算から外せばこの中域にいる我々だけにダメージを与えられる絶好の罠というわけか。くそ、なんて奴らだ。ガス帯付近に空間歪曲反応を感知。敵がワープアウトしてきます。何？弱ったこちらにとどめを刺そうという魂胆か。そうはいくか。新たな敵をレーダーに捕捉しました。自動操縦をセット。敵の追跡を開始します。トリカジいっぱい急旋回。目標を追尾しろ。暗黒ガス帯に侵入。近距離レーダーブラックアウト。こちらシュンラ、新たな敵をレーダーに捕捉。指示を待つ。こちらシュンラ、新たな敵をレーダーに捕捉。指示を待つ。緊急事態、援護を願います。命中、撃沈しました。撃沈。こちらヤマト、こちらヤマト。緊急事態、援護を願います。こちらヤマト、こちらヤマト。緊急事態、援護を願います。
こちら春蘭、新たな敵をレーダーに捕捉、指示を待つ。自動操縦をセット、敵の追跡を開始します。一石撃沈。こちら春蘭、交戦中の敵部隊を撃破。防衛軍の底力を思い知れ。一石撃沈。無人高速駆逐艦隊全て消滅。うーん、本星から通信、沢田様です。つなぎ、沢田様、無人艦隊は全滅。ヤマトはうまく切り抜けたようでございますが。それは分かっています。無人艦をコントロールしていたのも私、戦況は全てモニターしています。はっ、出過ぎた発言お許しください。いいえ、よいわ。一刻も早くグローダス准将の仇を討ちたいというあなたの気持ち、わからないでもないのよ。ただヤマトの力がどれほどのものか、まずはそれを確かめることが肝要。よくぞ我慢してくれましたね、サーダラス。次はあなたの率いる艦隊の力、思う存分に見せてくれてもいいわ。それでは、ヤマトを誘い出し、あなたの用意した部隊で迎え撃ちなさ。正しいこと、ヤマトをなるべく本性から遠ざける位置に誘い込むのも。彼らはまだ我々の本性がどこにあるのか暗中模索している様子。危険を承知でも必ず誘いには乗ってくるわ。心得ました。我が黒色艦隊の威力、キャツラに知らしめてやりましょうぞ。では吉報を待っている。ついに敵を撃てる時が来たか。待っておれ、ヤマト。救命ビーコンを感知。コスモ耐火隊の反応です。見つけたのか。全員無事のようですが、かなり流されていますね。10宇宙キロほど後方です。とりあえず生き延びてくれただけでも素晴らしいよ。相原、救命艇を手配してくれ。回収に向かおう。了解。
真田、艦の損傷チェックを頼む。被害の状況を割り出してすぐにでも修理にかかってくれ。了解だ。空間歪曲反応をキャッチ。ワープアウト反応です。くそ、まだ来やがるのか。消えましたね。何だったんだろう。俺たちの前にわざとワープ経路を残していきやがった。誘い込んでるってわけか。追いかけたとしてもまた敵が次の罠を仕掛けて待ち構えているんでしょうね。だが進むしかない。敵としても罠を張るために自分たちの知らない場所を選ぶことはないだろう。どれだけ引きずり回されてもそこは敵のハントの中のはずだ。何か手がかりが見つかるはず。どれだけ罠を張り巡らそうともそれを超えて見つけてやる。絶対に見つけてやるさ。ああ、ご覧になって清掃総監。ヤマトが誘いに乗って出発していきますわ。データも多量に得ることができたし、まあよしというところか。波動砲とやらの威力を見られなかったのは残念だがな。問題はあの融合波動。ゴルバトの一件を見る限り、敵のタキオン波動兵器は我々の兵器に使用している動力炉との間に大きな反応を起こしてしまうようです。やはりヤマトは本線に近づけるべきではない敵か。ここまで近づけておいてよく言うわ。だがこの件については緊急に対策を立てねばならんぞ、サーダ。お任せを。ですがそれも杞憂かもしれませんわ、清掃と閣下。例のものもあることですし。あの駆逐艦隊も褐色矮星の爆発さえも全ておとりか。全く恐ろしい女だよ、お前は。うまくいけばサーグラス巡視もヤマトと相まみえることはないかもしれませんわね。ヤマト、貴様らが血眼になって探している我が本性がこの銀河のどこに位置しているのか知れば驚愕するぞ。それを知る日は永遠に来ないのだろうがな。